ミシンを使って紐通し口になる部分を縫いましょう。紐通し口はコの字に縫います。まず返し縫い、まっすぐ縫ったら方向を変えて縫って、もう一度返し縫い、さらにもう一度縫って、反対側をまっすぐに縫って返し縫いをします。出来上がりの空き止まりの部分がここです。ほどけないようにしっかり縫いましょう。これを広げなよっていうのは、絶対これがどうなるかというと、こういう風になったり、これがこうなったりして縫う人がいるんですよ。わかる？なのでピシッと広げる、広げるか。ほんでここまでは一緒、返し縫いして、でスタート。しつけの上を縫わんようにします。この時にも手を添える、まっすぐまっすぐまっすぐ布を巻き込まんようにします。はい、ポイント、ここまで来た。ここで方向転換する時のポイント、針を刺す、そして持ち上げる、そしてくる。この時も絶対にこの布が下噛み込まんように、裏側から大丈夫かなしっかり確認して、そうそうそう。そしてスイちゃん、なんか忘れた。 NO 違う、そう、押さえないか、これ忘れ、絶対押さない、そう、押さえないか。そしてそしてスタートする。で最初止まって返し縫い、でまたスタートして、この時もすぐに戻るけ、はい、どうすんかな。方向転換する時はレバーを上げて、じゃあ針を刺す、針を刺す、そしてレバーを上げる、で方向転換をする、でレバーを押さえる、押さえね、スタート合わせ、押さえんかったら、押さえんかったら前に進みません。おしまい、そしたらここがこういう風にこカタカナのコの字になるの分かる、カタカナのコの字、針を刺す、針刺さん、コンパスと一緒や、コンパス刺してなかったら上手にくるっと回るやろ、ブスッと刺しとるけん上手にくるっと回るやろ。なるほど、なので針を刺すのがこれ最大のポイント。また方向転換するときはまず針を刺す、リーバーを上げる、コンパスみたいに回る、失敗してしまったときはリッパーを使ってほどきます。リッパーの尖っている部分を布を傷つけないように糸の部分に差し込んで、前にスッと押すと糸が切れます。少しずつほどいたら糸くずも丁寧に取っておきましょう。こんな方法もあります。まず片一方を少し長めに縫います。反対側も少し長めに縫います。最後に空き止まりの部分を3回縫います。ここは一番難しい部分ですが、頑張って縫いましょう。